この都市伝説がやばい。ドーライ先生です。皆さんは使われることのなかった日本軍最終兵器の Z をご存知でしょうか。この Z という兵器は原爆に並ぶ最強の秘密兵器と言われており、簡単に言うと強力な電波を利用して殺人光線を出し、人や戦闘機などを壊すという目的のために作成が計画された兵器になります。例えるとドラゴンボールのカメハメハやウルトラマンビーム的なものを人工で作り出そうとしていたんですね。今回はそんな最終兵器 Z について詳しく話をしていきたいと思います。第二次世界大戦末期、殺人光線と呼ばれる兵器研究所が島田市にあり、そこは別名 Z 研究所と呼ばれていました。なんとそのメンバーには後にノーベル賞を受賞した湯川秀樹、友永慎一郎なども参加していたそうです。この Z 研究所では大きなパラボラアンテナで強力な電波を照射して敵飛行機のエンジンをスパークさせ墜落させるための実験を行っていました。すでに戦争は劣勢で、戦況挽回兵器として当時の日本がウラン爆弾と日本柱で極秘裏に開発を目指していましたが、敗戦で幻の兵器となったそうです。実際に使われることはなかったんですが、現在この研究はアメリカで進んでおり、世界を瞬時に破壊できる核兵器よりも恐ろしい兵器 EMP 電磁パルス兵器へと姿を変貌させています。電磁パルスはケーブルアンテナ類に高エネルギーのサージ電流を発生させ、それらに接続された電子機器などに流れる過剰な電流によって半導体や電子回路に損傷を与えたり誤動作を発生させることができます。つまりこの EMP 電磁パルス兵器では電気網や重要インフラを全て破壊することができ、あらゆる国の基礎構造が全て破壊し尽くされてしまうんですね。ただこれは現状広い範囲には適用できず、実用化へは至っていないそうです。ただしこれの研究が進み、広範囲に広がるようなパワーが出たとすれば核兵器よりも恐ろしい兵器が誕生することは間違いありません。ただ悪い話ばかりではなく、最初にお話しした Z の研究は戦後私たちが普段使っている電子レンジの開発の元となったそうです。科学というのは使い道次第でこんなにも変わってきてしまうというのを実感しますよね。はい、ということでいかがだったでしょうか。日本軍最終兵器の Z、 今回の動画面白かったよって人、私も Z 食らってみたいよっていう人、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。